皆さんこんばんは毎週金曜日のこの時間光の島うワールド始まりましたはいということで、えー、毎週、えー、金曜日の5時半からの、えー、この時間光の島うワールド、えー、始まりましたももうね4月も 本当にもう終盤に入ってきましてあと1週間ほどで、ね、終わるという状況で本当にね早いものでございます、えー、皆様は本当、えー、いかがお過ごしでしょうか、えー、最近はですね、まあ、天気の変動がまた激しくなっていましてね、えー、体調を、ね、また崩している方が、えー、いると思いますので皆様ぜひお気をつけくださいはいね天気の話ということで、まああのー、今、外を見てみるとまあちょっと 雲がです雲、ね、が、えー、かかっていて、ちょっとモヤモヤっとした天気になっているんですけれども、えーまあ、30分前ぐらいまでは、ねあのー、日差しがあって、とてもな暑かったんですけれども、ね、またちょっと曇りになっていてね、えーまあ、雨も降りそうな予感もしますが、ちょっと、ね、天気予報。 読みたいいと思ますね今日21日ですね、北西の風、北の風ややや強く晴れということで、夕方からちょっと曇りということで、6時からちょっとね、10%、降水確率が10%、そして6時以降からはまた30%という、ちょっとね、ところによりまた。 あの雨とかも降ると思いますのでぜひ皆様えーまたえー気をつけていただきたいと思います。もうあの本当にあの一昨日ぐらいですかねま昨日ですかねまあとてもま暑かったですね日差しがとても強くてまあ本当にあの本格的な夏が始まったかなと。 思ったん僕もけれどと、まあ、僕も、ね、今日,と今日,昨日とあのうと、ね、外にいる時間が、ねあのー、とても長かったので <laughs>、ね、ちょっとね日焼けもしてますがね、えー、まあたまには日焼けしてね <laughs> 行こうと思うんですけれども。ということで、まあ明日たも、ね、ちょっと、明日はちょっと雨が降りますね、一、えー、日中ね約60%降水確率が60%ということで、ね、えー、皆さんもまた天気予報などチェックしてよろしくお願いいたします。 はい、ということで、えー、今日はですね、まあ、先週に行われました、コ、え、ザ、ー・テルリン祭など、いろいろな話題をお届けしますので、約30分間のお付き合い、最後までよろしくお願いいたします。この番組は、重太郎ホーム、全沖フード、コーアガーデン、大城三味線店の提供でお送りいたします。最後までどうぞよろしくお願いいたします。はい、ということで、えー、それでは早速、えー、番組最初の曲をお届けしたいと思います。 先週もお届けしたんですけれども林、えー、ン,ンバンドさんの、えー、曲でございます「えー、いちゃいぶさ」お届けいたしましょう。 はい林ンバンドで「イチャイブさ」お届けいたしましたこの曲はですねテリン林ケ先生が作詞で作曲はテリン林ンさんでしたはいライブバージョンでお届けいたしましたイチャイブさそれでは続いてもですね続けてお届けしたいと思います続いての曲はですね林ンバンドの曲で「ティンヌガンという「天の鏡」と書いてティンヌ加岩というんですけどもこの曲をお届け したいと思いますそれでは、えー、リンケンバンドで、えー、ティンヌカガン リンケンバンドでティンの鏡お届けいたしました。それでは cm です。 この番組は重太郎ホーム全沖フードコアガーデン大城三味線店の提供でお送りしております。はい、ということでお届けしているんですけれども、えー、先週の、えー、日曜日に、えー、第9回小座テルリン祭が、えー、ありまして、えー、無事ね、えー、終了、えー、しました。ありがとうございました。 えね、この番組でも何度もお伝えしたんですけれども、えー、コザテルリン祭、えーね、無事行われたんですけれども、えー、僕はですね、えー、3番目の出番と、えー、なっていまして、えーね、出させていただきました。えー、まあ今回はですね、まあ、若手も、えー、まあ多くてですね、まあ、いつもはあの僕がですね、まあ、ほとんどトップバッターだったんですけれども、ね、今日はね、まあ、僕3番目ということで、まあ、ちょっと、ね、優越した気分になったんですけれどもね、テルリン祭、とてもえ楽しかったです。えー、12時からですね、 えー、9時頃まで、えー、ぶっ通しで、ねあのー、やったということで本当にまあこのイベントは世界中どこ探してもないイベントでですね、まあ、沖縄、えー、全土のアーティストさんが出る祭りでございまして。 まあ本当にあの先輩方もですねまあいろんな先輩方が出ておりまして町なさださん、林拳バンドさん、大、えー、城みずこさん、えー、などなどはじめまあいろいろな方が、えー、まねいて本当にあの舞台袖でもですねまあ勉強になることが多かったんですけれどもまあ僕はですねまたあの太鼓もえやらせてもらいまして、えー、中曽根はじめさんのえサポートで太鼓をたかしてもらいましてあと多場精神先生の太鼓も戦かしていただきましたもう本当にあの今 今回ですね、まあ、史上最高じゃないですかね、まあ、人数が、お客さんの人数ですね、約900人ほど来てまして、本当にあのすごかったですね、舞台から見ててもとてもあの人がもういっぱいいて <laughs>、まあ、快感だったんですけれども、パーカーベニューのえーまあ中間あたりをちょっと交通規制してえ行われたんですけれども、約900人ということで、まあ,あ、史上最高。 人数ではないでしょうか。本当に楽しかったですね。最後のね、最後はリンケンバンドで締めたんですけども、とても楽しいテルリン祭でした。また来年はですね、10回記念、10回を数えましたので、またね、来年もぜひ皆様来てください。よろしくお願いいたします。はい、テルリン祭。 まあ、リンケンバンドの曲をかけていますかね。まあ、テル・リンスさの時期ということもありまして、まあ、えー、リンケンさんはテルヤー・リンスケ先生の、えー、長男でもありますので、ちょっとリンケンバンドをかけさせて、えー、もらいました、えー。僕はですね、まあ、あのー、リンスケ先生とはまだもう、あの回あ、一回、一回も会ったことないんですけれども、 ね、こういう祭りに、ね、本当に出させてもらって本当に、えー、光栄で、えー、ございます。テルリンですね。まあ本当に林ンスケ先生はバタブー賞をはじめいろいろな、えー、ところで活躍されていましてまた、えー、いろいろな、まあ、独特の理論を持っていまして本当に僕はその、えー、ことが好きなんですけれども。はい。テルアリンスケ先生。えー、本当にテルリンサとても、えー、楽しかったです。ありがとうございました。はい。ということでですね。えー、またもう一つですね。あのフェイスブックでも皆さんは見ましたでしょうかね。あのー 昨日か昨日ぐらいに僕、Facebook で投稿したんですけれども、えー、B 沖縄という、まあ、沖縄県が運営する、えー、観光サイト、沖縄県の観光サイトなんですけれども、えー、そこのですね、えー、一部で t、えーまあ、あのザブームの元ザブームの、えー、宮沢和史さんが、えー、監修したですね、まあ、沖縄の歌を、ね、ちょっとあのサイトに載せてもらったんですけれども、えー、僕とですね、えー、僕はナークニ あと、大城クラディアさんと一緒に白雲節を収録いたしまして、それと、あと、ヒララさん、都の歌い手の、ヒララさんはですね、また、イラブトーガでしたっけ、を披露して、披露というか動画でですね、観光サイトに載っけて、ということでね、皆さんはぜひ見てください。B 沖縄というサイトがあるんですけども、そこをクリックしたら、 えー、クリックしてちょっと下にスクロールしたらですね再、まあ、生成ボタンがありますのでぜひ皆様よろしくお願いいたします、えー、沖縄の、まあ、原風景がおバックに、まあ、ねあのー、三振のみとなっています声はないんですけども、えー、三振のみで収録、えー、されていますのでぜひ皆様、えー、ご覧くださいよろしくお願いいたしますはいということで、えー、そろそろ曲を紹介したいと思います、えー、まあ、ね え続いての曲はアルバムはですね「登川聖人先生千奈須田さん」ということでえー、まあね登川聖人先生も2011年に他界されたんですけれどもまああのちょっと戻りますがもうこの『ルリン祭』はですねまあ照屋スケ先生はじめ、えー、また、えー、ちょっとね亡くなった方々、えー、千奈貞半先生だったり、えー、小浜守平さんだったり嘉手香よりんしょうさん だったり上川聖人さんだったりを、まあ、ツイートをするイベントでもございまして、えーまあ、このアルバムを選びました「登、えー、川聖人千夏堂というアルバムからお届けしたいと思います。それでは聴いてください。 登川聖人さん千奈さなおさんで「えー、豊か節」お届けいたしました。はいということで、えーまあ、ちょっとあの話はね、えー、ちょっとずれるんですけども僕はですねあの琉球民謡協会に所属していまして、えーまあえー、毎年5月にですね5月の、えー、終盤の頃にですね、えーふ,えー、ふるさと宇佐島決勝大会という。 ものがありまして、まああのー、教会に所属している方々が、まあ、歌自慢をしてですねまあ、1位2位と決める大会なんですけれどもこれにですね、えー、まあ、予選が、えー、今週の日曜日23日となっているんですけれども、えーまあ、実はあのー、僕の、まあ、同じ研究所の門下、えー、生が、えーまあねえー、出場することになりまして、えー、またね、えー、まあ予選が あの肝心でですのでま,ず、ね、まずはあの23日今週の日曜日の予選ということでね、ナークニ国を歌うみたいなんですけどもね、まあ、僕もあのもし、ねえー、も予選通って決勝大会に行,く行ったら、えー、僕はです、ね、伴奏で琴を、えー、入れさせてもらいますのでぜひまた、えー、足をお運びください。えーまあね、予選頑張ってほしいので、ね、ぜひ頑張っていただきたいと思います。はい、ということでちょっと、ね、話してたうちにもう時間になってきましたね。えーまた えー、ちょっと時間になってきたんですけども、えー、僕はですね、えー、Facebook をやっております g i s u 光と Facebook で、えー、検索したら出てきますのでぜひよろしくお願いいたします、えー、ブログも同時にやっていますので、まあ、Facebook の記事から、えー、飛ぶことができますのでよろしくお願いいたします、まあ、僕の Facebook は主に、まあ、イベント情報とかですね、まあ、そういう情報が多いのでぜひ皆さんもチェック、えー、してみてくださいよろしくお願いいたします はい、ということでね、早いものでも、えー、終盤になってきたので、えー、最後の曲、あっちゃめいごはという曲で、えー、締めたいと思います。登川聖人さんと千奈佐堂さんの歌声でございます。はい、えー、この番組は、たろうホーム、全おきフード、幸和ガーデン、大城三味線店の提供でお送りいたしました。はい、ということで、あっちゃめいごはで。 えー、締めたいと思います。えー、また来週もぜひ聞、えー、いてください。ありがとうございました。ニフェーデビタン。